ラジ歴世界遺産の旅行くぜ33カ国。さあフランス2日目ということで、うん、後半のことだね後半のこと、はい、パリ近郊にやってきました。はい、パリ近郊ということで、はい、まあ、前回もお伝えしております通り後半戦2日目は、はい、ベルサイユ宮殿とフォンテーヌブロー宮殿ね、はい、ご紹介をしたいと思うんですが、うん、はい、まあベルサイユ宮殿はね、うん、そこまで説明することもないと思うわけですよ、はい、このラジ歴を聞いてくださってる方っていうのは、はい、まあ、多少なりともね歴史に興味があるとか歴史もちょっと知りたいなとか、うん、そういった人が多いと思うので、ベルサイユ宮殿というね単語、うん、はい、これは歴史を好きじゃなくてもわざわざねこうあるわけですが、うん、はい、まあ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 、とはいえ、うん、はい、世界遺産を紹介する番組ですから、うん、はい、きちんと紹介していきましょう、はい、ということで、ベルサイユ宮殿、うん、もちろん登録基準は傑作そして交流と普遍的価値があるぞという、はい、まあ、こういったね、はい、3つで登録されてますが、いやもう傑作ですよこれは。もう以上ですよ、うん、以上じゃないんですけど、まあまあ傑作と、はい、うん、まあパリの南西約20キロにあるベルサイユ、うん、作った人はルイ14世、そう、フランスのね、うん、太陽と呼ばれ、はい、フランスの絶対主義王政の象徴たるルイ14世が、うん、宮殿の造営を手掛け始めたのは1661年、はい、そこから約50年の歳月をかけ当時のバロック様式のすべての傑出した建築家や造園家などの力もあり出来上がったものというもので、うん、その後ルイ14世15世、はい、フランス革命期までルイ16世と3代の、ね、王様によって、うん、ベルサイユ宮殿、はい、フランス絶対王政の象徴として残されていき、うん、まあ、一番有名なものといったらやっぱ鏡の間ですかね、はあはあ、長73メートルもあるんですって。いやめちゃくちゃ長いな、豪華絢爛な鏡の間、うん、そしてベルサイユ宮殿、ただそれだけでなく第一次世界大戦後にはベルサイユ条約の調印の、ね、舞台ともなったということで、うん、数多くの歴史的な瞬間を、はい、うん、まさに彩ってきた大きな宮殿、うん、フランスを代表するのみならずヨーロッパ文化、はい、あるいは人類の歴史上、うん、トップオブトップといえる宮殿として、はい、ベルサイユ、うん、あるわけです、うん、ということでね、はい、これソシー行ったことあるんでしょ。あります、行きました。もう広々ともう見渡す限りなんか美しいものが、まあ、言葉で言っちゃうとねすごい陳腐なんですけどもすごいですよ。そう、すごいですね。ということでもう一個ね、うん、宮殿ベルサイユ宮殿だけじゃなくて、はい、もう一個フランス素晴らしい宮殿があります。歴史を眺めてきた、はい、見てきたものとして、はい、フォンテーヌブロー宮殿というものがあり、こちらね登録基準としては傑作はついてないんですが、うん、まあ、文化の交流や普遍的価値がある重要な場所だということで、うん、はい、フォンテーヌブロー宮殿登録されているんですが、うん、こちらもパリ近郊にございまして、うんうんうん、ルイ14世より前の王様がこのフォンテーヌブロー宮殿を居城として自分のね王宮として使っていたというところで、まあ、16世紀初頭、うん、ルイ14世が1661年ベルサイユ宮殿を作り始めることから、うん、遡ること約150年前、はい、時のフランス国王フランソワ1世という人がですね、うん、まあ、こちら、はい、手掛け始めた、うん、フランスを代表する宮殿として、はい、当時あったわけですが、はい、16世紀ですよ。16世紀お兄さん、16世紀のフランスと言いますと、16世紀のフランスというか、まあ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、何の時代かというとルネッサンス。あ、このフランス国王フランソワ一世は、はい、フランスルネッサンスの父とも呼ばれ、うん、その非常にですね、はい、多くの遺産としてこのルネッサンス、はい、ね、フランソワ一世っていう人はですね神聖ローマ帝国の皇帝の位を、うん、はい、カール5世と
争い、イタリア戦争というものをね非常にやってたわけです、はい、なのでイタリアのルネサンスを目の当たりにして、うんうん、あこれぜひ輸入したいと、うん、フランスにもねそういったルネサンスの輝きを入れたいと、はい、いうことでこのフォンテーヌブロー宮殿とその庭園というのはですね、うん、ルネサンス様式の宮殿として作られていったと。でこのフォンテーヌブロー宮殿、うん、ある有名なものがかつてここに置いてあったんですが、うん、はい、何だと思いますか。置いてあった、まあ、何でしょう、美しい庭の真ん中に立派な石像かなんか置いてあったんですか。違います違います。何でしょう。フォンテーヌブロー宮殿にあったもの、それはフランソワ一世にイタリアから招かれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。おお、レオナルド・ダ・ヴィンチ、あるものを携えてフランソワ一世のところにやってきたわけです、うん、モナリザですか。そのとおり、このモナリザ、今はね、はい、パリのルーブル美術館にフランスの国有財産としてありますが、もともとはフランソワ一世が購入した作品だったんです。なぜフランスにあるかといったら、うん、モナリザをフランソワ一世が買いの、レオナルド・ダ・ヴィンチはね1519年に死んでしまっているんですが、うん、その後弟子が相続したモナリザ、うん、こちらをフォンテーヌブロー宮殿に所蔵されていた。なるほど。ということでフランソワ一世がモナリザ会議のフォンテーヌブロー宮殿に最初所蔵されていたということで、うんうん、その後、はい、ルイ14世の時代にねこのモナリザベルサイユ宮殿へと移り、うん、その後、はい、ルーブル美術館に移動し、トゥイルリー宮殿、はい、パリにある宮殿ね、こちらのナポレオン一世の寝室に飾られたりということでフランス国内を行ったり来たりするんですが、こちらのフォンテーヌブロー宮殿にもさすがフランスルネッサンスの重要な拠点ということでモナリザも関係がある。なるほど。レオナルド・ダ・ヴィンチもねきっといたんじゃないかと思うんですよ。その招かれてるわけですから、うんうんうん、そうでしょうね。フランスは一斉にということで、このフォンテーヌブロー宮殿、まあ、こういったルネッサンス、フランスにおける、ね、ルネッサンスの輝きの一つの重要な拠点だということ、はい、うん、そしてフランソワ一世という人、この人はね絶対王政、フランスにおける絶対王政の道を切り開いた重要人物ということで、その人にも関わりがあるということ、はい、そしてもう一つ僕がこれを取り上げたかった、話したかった話というのがですね、はい、まだあるんですよ。フォンテーヌブロー宮殿、さらに何でしょう。時は1814年ナポレオン戦争、はい、パリ陥落、ナポレオンはこのフォンテーヌブロー宮殿に逃げ徹底抗戦するべきか、それとも対フランス皇帝の座を退くべきか悩んだ結果、ナポレオンは対の書類にサインをし、そして彼は地中海に浮かぶエルバ島に島流しに会うことになったわけです。その際ナポレオン、このフォンテーヌブロー宮殿で自分と共に戦ってくれた親衛隊に別れを告げた、うん、この別れの中にはナポレオンが親衛隊近衛兵に別れを告げた別れの中庭などが残っているということで、うん、はい、このフォンテーヌブロー宮殿もですね、先ほどのベルサイユ宮殿ともに数多くの歴史の場面を眺めてきたわけです、うん、いろいろありました。実はもう一個ね、フォンテーヌブロー宮殿、ルイ14世の勅令、1598年にルイ14世より前にナントの勅令というものがあり、はい、うん、フランスにおいてはプロテスタントもカトリックもどちらも信教の自由認められるよというナントの勅令を約100年後、90年後にあたる1885年にルイ14世がこのフォンテーヌブローで勅令を発し、カトリックしかあかんぞと、いうそういった勅令が出された場面でもあるということで、はい、非常にね、やはりフォンテーヌブロー宮殿、まあ、フランソワ一世とか、うん、ルイ14世の名前挙げましたけれども、はい、ルイ14世のお父さん、うん、ルイ13世とかね、
そういった人もこの宮殿で生まれたりと、うん、フランスの歴史を眺めていった。ぜひねこちらもあのパリとは逆方向にあるのかな、ちょっとどこなのかっていうのはねちょっとちゃんと分かってないんですけど、パリ近郊なんですが、はい、ぜひもし足を伸ばすことがね、うん、パリを訪れた際に、うん、ちょっと時間あるよという方は、はい、ベルサイユ宮殿だけじゃなくぜひこのフォンテーヌブロー宮殿も行ってみていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、前半後半2日にわたりました、はい、フランスを後にし続いて我々はまた東へと進みドイツへ向かいたいと思います。